こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は今日の講で参ります。今日は親戚の結婚式に出る着物姿ということでお伝えをしたいと思います。この春、親戚の結婚の打ち祝いがありますと仮定して、はい、その時に着るお着物のコーディネートを考えてみたいと思います。今日はウィッグをつけております。いかがでしょう。はい、さて、このお着物は以前にも着ているんですけれども、はい、お着物に対する帯ですとか、コーディネートというのは、やはりその季節や状況や、こう見せたいっていう気持ちによって、コーディネートが変わるんですね。で、それを皆様にも変えていいんだなということと、それから変えることができる力をつけていただきたいと思います。今回私は、このお着物を選んだ理由というのは、やはり豪華さがあると思って選びました。これはバラのお花の訪問着です。はい、このお着物を着たいと思っています。豪華ですね。それから季節にも合うと思います。春という季節ですね。で、そこに対して優しく見せたいんですね。優しく見せたい、優しく参加したいということなので、そんな優しい帯のコーディネートを考えたいと思います。ぜひ皆様も一緒に考えてください。このように、この東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ内容を毎日のように発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて参ります。優しく見せたいので、このお着物に合う帯を何本か選んできました。ご覧ください。まずこれなんですけど、これシルバーですが、なんだかこう全体柄のお着物に対して帯も全体柄だということと、色の調和があんまりすっきりしないですね。ですから、まあこれはちょっと難しいなと思います。はい、残念ながらこれはダメです。それからですね、この帯あまり出番がないんですけれども、好きな帯ではあるんですが、この帯にすると、やはり季節に合わないっていうのはもう痛感しますね。暗いです。暗い。それからやはり総柄なので、着物の総柄感に対してこう合わないですね。暗くなるし、なんか全体の着姿の格を下げちゃうようなところがあって、お互いに生かし合うことができません。残念です。この帯はいいと思うんですね。これは前の部分です。こうなりまして、ポイント柄なのでよく合いますよね。それから色の調和もいいかなと思います。お太鼓の部分はこのようになっているんですね。ですから結構強いんですよね。なので、この帯は合うんですけど、強いな、強すぎるな、私優しく見せたいのっていう、そういうところなので、ちょっとこれはどうかなと思います。それからこの帯の裏が使えるんですね。裏がこんな色になっています。この色も合いますよね。この色を置くとどうでしょうか。この色を置くと、はい、色は合いますがどうですか。合いますが、着姿が弱くなりますね。色は合うんですけど、やはり色に暗さがある。それからその着物のこの糸目のすごい強い力強さに対して、帯の迫力がないんですね。帯の迫力がないので、着姿全体が弱くなってしまうという感じがいたします。ですから、着物の力を引き下げたい時には、この帯はこういうコーディネートで合うと思うんですが、今回はちょっと無理ですね。はい、却下いたしましょう。あとはですね、この帯ですね、この帯結構
活躍してくれているんですが、これは春という色に合いますし、お着物にも合いますよね。それから優しくしたいという私の意思ですね、意思、希望にも合ってますよね。これ合いますね。これが前の部分です。これがお太鼓です。やはり白という色はこう全体から色や柄の賑やかさを引いてすっきりさせてくれるので、白い帯というのはこの優しく見せたいとかすっきり見せたい時にはとても効果的ですね。さあどうでしょうか。この帯かさっきの緑の帯の強い帯ということになるんですが、優しくしたいのでこの帯にします。この帯で着ていきます。はい、ここまで着ることができました。次に帯締めと帯揚げ選びに進んでみます。帯締めと帯揚げ選びのコツというのは、ここまでできた段階で全体を見て足りないものを加える、多すぎるものを引く、そして帯締めと帯揚げを入れた方が一層素敵ねと思うようなコーディネートに持っていくということでしたね。それではここまで見てどうでしょうか。はい、色数としてはちょうどいいかなと思います。はい、全体を見ますと色数としても柄としてももう3色にいっているなという感じがしますね。ですから増やすのではなくて少し減らすぐらい、あるいはこのまんまぐらいでちょうどいいなという感じがします。ですからそうなるとプラスのコーディネートはではなくて、変化がない色合いにするか、あるいはマイナスのコーディネートにしていくかということになります。そうすると私が持っている帯締めは結婚式なので白もいいと思うんですね。はい、結婚式に出るので白もいいですよね。ここを白にしますと帯揚げも白になります。これはフォーマルで金が入っている帯締めですけれども、あの白っぽい帯締めもあります。はい、これでもいいですね。どちらでもいいですね。後でやってみましょうか。これかこれかこれ、はい、この白にしますとあのフォーマル感が一層強くなりますね。結婚式に本当に出るのねっていう感じのコーディネートになると思います。あるいは他の色と言いますと、同系色でこの黄色とピンクの帯締めを持っています。これも優しい色合いですし、それから帯の色に近いので帯に同化する、帯の中に溶け込む色合いですね。これですとどうでしょうか。これですとあんまり意味がないかな。あんまり意味がないですね。この中だとこの黄色ではなくてこの薄いピンクが綺麗に見えます。これかこの白か、この白綺麗ですよね。礼装の時は訪問着を着て白い帯締め帯揚げをすると途端に礼装感が高まるという
ことがあります。これにして帯揚げが白になります。これもいいですね。あとはこの白い平の帯締め、これも悪くはないですね。はい、どっち、あの白とど、こちらどちらでもいいですけれども、これだとやっぱりおしゃれ感ですし、これですと本当に式典っていう感じになりますね。では白い帯揚げを持ってきます。白い帯揚げです。こちらになります。白に金が入っていますね。これは裏でした。こちらが表です。白に金が入っています。はい、この帯揚げにいたします。それではこれで着てまいります。はい、着ることができました。どうでしょうか。はい、今日のコーデの目的は、
春の結婚式に親戚として参加する。その時に豪華だけど優しくしたい、優しく見せたいということでしたね。ですから豪華である、そして春に合っているということで、私はこのお着物を選びましたが、ちょっと派手なんですよね。派手なので帯でこの白に黄色と紫が入ったつづれの帯を選びました。そしてその段階でもう色や柄は十分入っていたので、白の帯締めと帯揚げにいたしました。そうすることで礼装の感じというのはアップされたと思います。礼装感が一層強くなったと思います。そして色数が増えていないので、すっきり感は多分増しているんですね。すっきり感は増して礼装感も増したということなので、優しい感じで豪華にという私の目的にあったと思います。いかがでしたでしょうか。はい、このように1枚のお着物でも、その季節や TPO、 どんな時に着るの、どういう立場でどう見せたいのということで、コーディネートが変わりますよね。変わるということを結構多いと思いますし、そうでないとお着物を活用するとかっていうことがしづらいので、その方がいいわけなんですけれども、その時のコーディネートの力をつけてください。今日は春の結婚式に行く豪華で優しい雰囲気を作ってみました。皆様のご感想やご意見やご質問をお寄せください。着物初心者の皆様のご質問を大歓迎しております。お気軽にコメント欄からお寄せください。また第5回世界着物フォトコンを開催しておりますので、そちらにもご応募なさってください。さて今日の着物クイズです。訪問着に合わせる袋帯はいつも同じ方がいい。訪問着に合わせる袋帯はいつも同じものを使う方がいい。さあ丸か×かどちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。